なんだよ、こんなところで。けどちょうどよかった、さくらのやつ。いや別に深い意味とかな、地味け、そう、悪魔巡礼ってのはまさか、あのバカさくら。
Thank you.
Thank you.
実力を見せてよ。 何してるの？ そっか、 電脳探偵のお仕事中ってわけ。 そんなことより？ 地味犬の PV！ あんな奴の PV！ もう思い出した。 だってまあほらあれよ。 体に不調はないかって？ さくらってか知ってるも何も。 私とサクラッチがどうかしたの？ だって家出する地味犬ただの噂だと思ってたけど。警察雑。それで？ Thank you.
お前
らさないでくれ。わかったわ。かっけー、ドジあれを早くよこせ。あれですね。じゃあ何、君はサクラッチの居場所を探るた…けどさ…なあ、お前にこれを…それがデモンズのアジトだ。けど、俺…ねえ、モキヤ、どうしてあんなに盛り上がってるの？それはね、彼らが思春期真っ只中だからよ。思春期真っ只中？青春一直線とも呼ばれているわ。青春一直線？それって前に言ってた中二病とは違うの？そうね、似てるけど、中二病があれやこれやで序列進化すると。よくわかんないけど、人間って面白いね。うん。巡礼に殴り込みた。うおー、デジモンごときで目くじら立ててたアイホエールガールじゃね。アイホエール、うわ、目くじらだから、あれって、なん、ひょっとして、ちょっと待って、それで、私、まだ準備が。バーカー。けど、待ち、ライブはな、のわら人形たち、今によ何言ってんのよ、この子たちがここ…あぁ…んだよ、その子…どう、それを…あぁ、それは…あの人が俺様の曲を…あの人が俺様はもっと…あんたのその失敗…あぁ…あ、それか、なんか有名なバンドのパクリでしょ、確か…あぁ…許さねえ…モンガブモジュッ、え、けどさ、キャリアソウルライブの終盤だ。
なんだね。くそー、なんで俺様がこんな目に遭わなきゃいけねえんだよ。俺様はシンプルに単純に俺様のロケンロールをたくさんのオーディエンスに届けたかっただけなのよ。せっかくあの人が協力してくれたのによ。あんたさっきからあの人あの人言ってるけど、あの人って言ったらあの人リエ、君知ってるの？そこまでだ。え？あんたたちは。ジミー、はい。どうにもこうにも情けない姿どすな。バッチはそもそもアンさんみたいなパチモを使うこと自体反対だったんどす。ちょ、ま、いな、こういうの汚い花火って言うんでしゃろうな。ちょっとあんた何してんのよ。これから私がいろいろ問い詰めてやろうと思ってたのに。深入りは禁物どす。不細工なお嬢はん。不細工なくせに、そのヘラジブチ。覚悟してよね。それくらいにしておけ。飽きまへん飽きまへん。やめろと言っている。それでも君まで僕に逆らうか。ちゃいます。いけずん言わんといて。今回のことは彼は純粋に客を呼びたくて上城の連中に。上城？結局それらのアイディアを空調したのか。それはできない。五歳人で少女たちを操っていたように。てか優吾、不細工なお嬢はん。君の端末に現実世界の少女後始末をさせて進まない。ちょっと待っておくれやす。わっちは弱いもんと不細工なもん壊しとうてこ。そうだった、地味犬のサクラッチ。なるほど。けど入院だなんて。心配することはねえ。それより君の方こそ大丈夫なのか。俺は全然大丈夫だ。サクラのとこ見舞いに行ってくる。春は青いな。さてと、事件の核心部分について聞かせてもらおうか。うん。しかし一連の事件、我々はな、情報の少ない今の時期見落としているのか。今回はご苦労だったな。しら。外でこれも春の青さ。それはまあ、せいては。あのね、私あのハッカーたちのこと絶対に許せない。あんな
に可愛い。それにデジモンたちが哀れで、実は私ただ見てるだけじゃダメなんだって。今は具体的に何ができるかはひらめいたら、よしやるぞ、シラミネノキアファイア。
Thank you.
Let's go!
ということで、弊社神城エンタープライズとナイルコープとの間に上の許可を得ずに下の悪い子ちゃんたちが勝手にやった昔昔の話ではある、はなはだ遺憾なことであり、だから部長に課長にひらしゃい、みんなやめてもらっちゃいました。そして、これからは私
私が CEO として今までの組織をまるまるっと変えちゃって、スピーディーな意思決定で、実は今日とっておきの、そう、今や皆様の生活の基盤と今回のアップデートで、詳細は待って、でもでもエデンのアップデートを絶対に参加して、やられる、うん、お前さんが手に入れてくれた調査資料をもとに、神城側からこの件に関するリーク、つまりこちらが追及する前に、うちの上層部はまんまと乗せられて、あらかじめ用意されていた証拠の押収とスケープゴートの逮捕で事件を幕引き。推測の息は出ないが、内部告発自体岸辺の指示によるものだ。そしてこの会見もマスコミに報道されて、ゴテゴテで謝罪や釈明、しかも新 CEO の就任とエデン、世間の目を分散させるいい手だ。また逆転の一手は岸辺と例のハッカーだが、デモンズに所属するハッカー、現実世界での特定は難しい。そうでしたか、京ちゃん。いや、あの件に勝って全く。ほう、我々のこと、ウサギを今は、また女子くんの全くあの子は、でもん、あの体をいつまでも維持できる保証はない。ただじゃ済まさない。あるいはひょっとしたら、だから悪いことにデジモンを利用するハッカーたちもこれ以上ほっとけないって。あ、遅いよ。そんでほっとけないからなんだってんだよ。おいおい、ずいぶんと鼻息が荒いな。この前フェイに負けた時から、だから私、悪いハッカーたちに対抗するために、テイマー集団、二人ともジュードっていうハッカーチームのこと知ってる？ジュード、ちょっと前に活躍した。さすがあなた、ジュードのメンバーはハッカーなのに普通のユーザーやデジモン。だからジュードの元メンバーとか同じ考えを持ってるハッカーを集めて、その名もリベリオンズ。悪いハッカーからデジモンとエデンを守るチームだよ。どうどう、すっごくいいアイディアでしょ。もちろんリーダーはあなただよ。っていうか、あなたしかいない。ああ、だってあなた優秀なハッカーだもんね。クーロンでウニョウニョに襲われた時も助けてくれたし。あ、君も参加だからね。大丈夫大丈夫、心配しなくても、グリーダーフォトくらいにはしてあげるから。はい、決まり。チーム名はリベリオンズでいい？それがデジモンヘルパーズ。断る。え、断る？なんでなんで？あ、ひょっとしてリーダーっていうのが不満？なんなら、ボスでもキャプテンでも、オタクのごっこ遊びに付き合ってる。ごっこ遊び？俺はあのイカれた病気の原因を探…おい、オタクもこんなやつに付き合ってる場合か？ちょっと話があるんだ。何よあれ、感じ悪い。いいもん、仲間…なあ、あんた、あいつから話は聞いてるぜ。京子さんに教えてもらったんで。ああ、あいつはこの中だ。さっきは真剣な顔してな。あ、いえ。おー
腹減ってんの、うん、そんじゃ、うん、それにしても君ってキャラ薄いのに人間関係結構濃いめだよね。とにかくクーロン行ってユーゴを探そう。え、一度事務所。了解。おや、リベリオンズ、何を言ってるの。またよ、今は相手の動きを待つ。こんな時は何がどう巡る。情けは人の
ねえ、のき。ああ、私のエロカワボディは。なんだか。そう。君は。君の主張、確かに最近、他のチームのハッカーたちにも、だが力に力で耐え、この空論でもう一度ハッその役目を果たす僕だ。どこへ？どうした？もしも彼女が純粋にデジモンを助けようとする。それにこれ以上、また会おう。
おっところで中途半端な正義感とかな、それにで今はそもちろん覚えてるよな。どうしても実はこの間先日の異臭返しバレバレか。私に何か、うん、ついでにおたあなたのそのシャリか。それに私エデン症候群、もちろん私が知っていることなら何でもお答えしますよ。あそこで出会えたエデンからログアウトする前にイーターに精神データ、それがあのイカれた病気が起き、しかしまさかエデンに興味深いとはで、それはまだわ。しかしもったい、実はデジタルシフトのその後干渉何もか、あ、そう考えたな。それも誰かが意図的にデジタルシフトを起こしてる。ご興味がおありなら、それにしてもアラカさん俺はどうして手がかりになる。オタクにとそう、どんどんつなげて。
っきのは何とにかく。なるほどな。じゃあスエドのコネクトジャンプてか悪い気にすん暴こうぜ。お、移動してきた先で、たくなあ。いつ見てもいいか、見た感じ、あの化け物を。仕方ねえか。案外大したことなかったな。後悔するぜ。案外大したことなかったな。終わったか。お疲れさん。
後悔するぜ。案外大したことなかったな。お疲れさん。
るとやられるぞ。お疲れさん。イーターを倒せば元に戻るってのは変わらないみたいだな。にしてもだ、あの化け物は倒せたけど、何がこのイカ例のあの病気のことだって。あはあ、デジタルシフトを感知して来てみたんです。そうでしたか。それで、あ、その情報は私が立て、新しいか。どうやらイーターは取り込ん、今回のイーターは人間のデータを、ひょっとするとイーターは物質世界の有機生命、人間のデータ、そこまでは分かる。おい、はあ、まだ話足りない。私も気持ち悪いこと、そのあなたさん、あなたをまたお会いしましょう。くそ、あいつ。よし、納得いくまで。
どうやって調べる？もちろん。オタクの、それに、少し作戦。随分と、いやいや構わん。やはり、情けは人のためならず、だな。ノキア君は、好きにやらせてやるといい。彼女なりに、新田君の上城への戦今度はその…
Thank you.
Thank you.
Thank you.
待たせて悪かったな。構わんさ。あの、突然呼んで悪いな。電脳探偵のコネクトジャンプ、この計画はその3。コネクト、ああ反電脳体。なるほど、エデン症候群。いえ、なじゃ、さ、今回の侵入プランのゴールはの、さらにお秘密の、つまり言い換えれば歴代 CEO。 聞けば京子さんたちは以前上城の機密情報なんだね。素直にサンジは受け取っておく。なるほど、そういうコネクトジャンプを使う。まず上城の子、上城の CEO、 お宅にはその会社侵入したら、そこから、ああでもって、秘密の部屋にパスコードを知って、私に、ま、最高機密、京子さんを、なんだよ。いえ、一つ、秘密の部屋にはおそらく父、それも一緒、そこにはきっと。なるほど、秘密の部屋。ああ、ま、そうです、エデン、エデンショ。おい、パルハ、あれは、ほう、でも、なんだって。いえ、ど、俺は、ここで君、仕方が、私、よっしゃ。
みんな、行くよ。みんな、行くよ。どんどん。
ったか。お疲れさん。案外大したことなかったな。仕方ねえか。このまま突っ走れ。
仕方ねえか。仕方ねえか。仕方ねえか。案外大したことなかったね。
冗談きついぜ。待たせたな。どう？今、転送。はぁ？言ったか？このパスをハッキングで割り出すのは、彼女の性格を知り抜いた。リオちゃん、萌え萌え。リエちゃん、萌え萌え。パスコードは毎日変わると言っただろう。ちなみに昨日、いや、さあ彼女の頑張りに向く。よし、秘密の部屋か。しかし、ノキオっぽい感じじゃね。ま、いっ。うわぁ、とにかく。お？何？お？ポワン？なんでこのもん？なんだよ。中身が暗号化されてるね。二人とも。何か？アップデート体験会。騒ぎ？
上城は現在エデンのサービスを緊急停止。原因はハッカーによる不正な。ああはいはい。けどこんな人が多い場所にあのバケモン。お？あのお嬢ちゃん。この騒ぎは。ハッキング攻撃によるサーバーダウンもエデン症候群の患者も出ているはずです。もうゆうこちゃんたら。ふざけないでください。私は兄がお世話になっているから。そうご両親のいないゆうこちゃん、かっこ未成年、私の言うことを大人に頼って生きていくならリエ、お兄さんのお世話うっかり。でも病院のケアがなきゃ。そうなったらリエさん。うん、もう大丈夫よ、あなたのお兄さんだって。だから私の個人データにアクセスする。リエさん、デモンズのハッカーを利用し。あら、その戦法。エデンは私。でプルプル震え。で、あっちの準備はどうなの？もちろん。バージョンアップの成果は、あ、はい、イーターの。いやー、それじゃあ、あれの。えいえい、お任せ。その日は私と。あ、いやー。さ、行きます。こっち見たよ。俺たちのこと気づいてるって。情報はもう手に入ったんだった。ああ、どうやらこのリエのコピーはもうバッチリ取ってやる。上出来だ。混乱が生じているけど、体験か。エデンのサーバーは現在停止状態。イーターをすべて始末。奴らと接触。了解。体験解除。やはり上城は。あ、参加者の一部がエデン症。くそ、一般市民からすればハッカーは日頃の行いにたたられた。まあしかし。けどスエドは俺たち。そうか。それはリエのキュンキュンに高度の暗号化がほどで。パラダイスロス。パラダイスロスト計画。そうだ、聞いた。それはそうだね。どうやら上城ってことは。いや、意図的というのは上城の狙いは今回のエデン大型アップデートも。それで、うん、残念。しかし資料に記載されていた主任責任者の名前が実に興味深くて。主任責任者。スエドー明美だよ。え、なんだって。それともう一つ、初めてエデン症候群。今から8年前、そのテスト中に事故に巻き込まれた人間の最初の。それは今後の。8年前からエデン症。些細なことで。だからこそ虎穴にいらず。あの父の。ああ、少なくとあの部屋にだってそれらしい。そうでした。力に協力して。失礼しよう。おい、もう、うん、おい、聞いてただ。あいつエデン症候群。そんでもって お前だってそんな体。俺は行ってこいよ。少し見直したぞ京子さんに。そうか、では言葉ではなく今回は得。え、あの、ひょっとし、ありがとう。あなたは、そうで、迷いは消え。
消えま、それでも。みんな、よく頑張ったね。